はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイノレスです。はい、10月の12日に発売が迫ってきている、トラビス・スコットと、はい、エアジョーダン66ですね、のコラボの本なんですけども、はい、これの方が、発売も近くなってきたということで、はい、なんていうんですか、発売の、本数というか、そうですね、数の方が、ちょっと出てきてますと。で、今まで15万足ぐらいっていうような話もあったんですけども、ね、最新のリークによると、はい、12万9千足だと。そうですね。ちょっと減ったっていう、そうなんですね、うん。で、あれ、数減っちゃったんかなと思いきや、メンズの方については、もともと6万4千足というような情報が出てたんですけども、現状で言うと、6万7千足になるんじゃないかというリーク情報の方が出てきてますと。出たてですね、その情報。出たてですね。でもね、もともと6万2千から6万4千出てて、それから6万7千になってるので、その2千何やったんやろっていう話しましたからね。リーク情報なんで誤差の範囲かなっていう気もせんでもないですけど、はい。で、じゃあ他のやつってどうなってるのっていうところの内訳みたいなのも、出てきてます。はい。はい。いわゆるGS って言われてるようなグレードスクールの部分ですね。はい、これが3万6千足。はい。はい。で、あと、プレスクールと言われてる分が1万6千足。プリスクールですね。プリスクールね。はい。で、これなんて読むの？トッドラーって読むんですか？トドラーですね。トドラーですか、はい、これが1万足というふうに言われていますと。はい、トラビス・スコット自身が、奥さんいて、で、赤ん坊というか、子供向けっていう。ファミリー向けに履けるぞっていう。なんかね、自分自身の家族構成に合わせる、はい、感じになってるのかなという気がしますね。たまにやっぱり家族で履かれてる写真とかって見るじゃないですか。そう。あんな感じで、なんか家族で履いてもらうってことができるような感じかな、ね。ちなみにこれ値段は全部同じではなくて、あ、そうですね。分かれてますね。はい。はい、貼っておくので、はい。はい。見てもらえればいいところですね。はい。気になる方はね、この辺も、家族分は購入していただければ、そうですね。はい、こういうの見ると、発売が近いんだなっていう気がしますね。はい、ただでもなんか相変わらず、販売サイトは、そうですね。スニーカーズと、あとトラビス・スコット自身のホームページ。じゃないかっていう話ですね。情報しか出てきてないですね。はい。付け加える話があるんですけど、はい、今回のこの AJ6 とトラビス・スコットの靴なんですけども、はい、コンプレックスっていう有名なサイトがあるんですけど、はい、そこの事務所の方に、はい、送られてました、この靴が。マジですか？で、このコンプレックスの、YouTube で動画あると思うんですけど、ポストされてる方がいるんですけど、はい、結構有名な方がいるんですけど、その方が履いてましたね。そういえば、有名な YouTuber というか、インスタグラマーというか、インフルエンサーの方で、名前が。シンプソンさん、ね。あ、シンプソンさん。そうですね。もうなんかレビューされてましたよね。めちゃくちゃ前にやってましたよね。そうですね。送られてきてるってことですね。しかも、あれでしたね。箱を持ってましたから、ね。そうですね。はい、僕らも送られてくるぐらい有名になりたいですね。送られてくるのかな。この辺もね、続報が出てきたこちらの方で、はい、お伝えしていこうかなと思いますので、気になる方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。高評価お願いします。はい、本日は以上になります。ヒアレスでした。カイノレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. That Parker's can't listen, but